ニアもブレイドやったとはな。なんで言わなかったんだよ。いいだろ、別に。よかないだろ。そのあたりはまだ子供だな。え、なんだよ。そのうちわかるさ。せやけど、ワイにレックスにニアか。なんや、この集団には人とブレイドの絆が深いもんが多いの。絆か。羨ましいくらいだよ。メレフ様。なんやったらアンさんもやってみるか。傷が残るのか。当たり前やろうが。ならば遠慮しておこう。いや、そういう意味じゃないんだ。なんというか、その冗談ですよ。私以上に玉の肌なんですから、大事になさってください。すまん。で、この後どうすんのさ。霊道から無事出てこれたのはいいけど、手ぶらだよ。大丈夫。行くべきところは分かってる。分かるのか、ホムラの居場所が。多分ね。世界樹の近く、朽ちかけたアルスの姿が見える。そこに。朽ちかけたアルス、まさか。なんだも、メレフ心当たりがあるのかも。世界樹の近く、大空洞の側壁付近にモルスの断崖と呼ばれるアルスがいると聞いたことがある。モルス、聞いたことがあるような。メレフ様、それはもしかして雲海の下に広がる死者の国モルスへ通じていると噂される場所では。ああ、そうだ。アルスとの誰一人として決して訪れることのない場所、モルス。サタ、あんたまたここにいたの？熱心というか、なんというか。なんだ、俺にコクリにでも来た。バカかてめえ、死ねよ。はいはい、そうしますよ、いずれね。で、何やってんの？このマルサネスはイーラが残した最後の戦闘艦だ。対人戦以外の事態に備えとこうと思ってね。人以外の何と戦うっていうのさ。そりゃあなた、言わずもがなでしょ。あんた、まさか。悪かないだろ。はあ。ところで何の用？飯だよ。冷めないうちに食え。おお、そのためにわざわざ。愛を感じるね。マジでぶっ殺すぞてめえ。はいはい、そんじゃありがたく食いに行くとしますか。